上宮遺跡園地以降上宮遺跡は奈良県桜井市場の宮にある古墳、アスカ時代の遺跡。桜井市指定史跡に指定され、出土木管は桜井市指定有形文化財に指定されている。1986年桜井市南部の寺川西岸の貸し団球場の土地を区画整理する際に調査が行われた。遺跡全体を4つの時期に分けて考えることができ、三期以降は ととしててて整備さされれいいたことが示されている中央部に四面被差し付けの大型建築物の遺構があり、北側に長胸の脇田を廃止、東側と南側を炸裂で囲み、それぞれに門が備えられている。西側は採取機能のついた庭園になっており、北側の正面から三輪山が見える構図になっている。西側と北側には石溝が走っており、後に 東側や南側にも溝が設けられたことが確認できる。庭園部分から木管が出土している。別校や木器、果実の種なども出土しており、貴人の邸宅跡と考えられている。ただし、現地移行ではなく、水源採取上の移行とする説もある。なお、上宮の地名は、聖徳大子が幼い時に過ごした、宮殿、上宮にちなむという説があり、 上宮遺跡と聖徳大子との関連性を指摘する説もある。ただし、日本書紀などの史書類には、現存していない、岩手池のほとりに、陽明天皇の岩手池部宗家屋紀宮、その南隣に、息子の聖徳大子の上宮があったとされており、岩手池の所在地が確定しない限り皇帝も否定もできないとされる。また、安倍氏など周辺地域を拠点に持つ豪族の邸宅である、 可能性もある。ありがとうございます。